え高校生です、えーと、ここで質問するかどうか分かりませんが、生き量という存在を知り、怖いです。えー、どうやっても存在が否定できないです。お二人ならどう考えますか いたとしてなんんかか困るんですかね存在を否定できないものって、対外のものが自分の人生に影響ないもんなんで、あってもなくてもいいって考えたほうが楽だと思いますなんか、霊って一応なんか、透明ですり抜けるという説じゃないですか、なんで、物理的にそのなんか電車をホームで待ってる時き突き落としたりとかできないはずなので、はい、仮に幽霊いたとしても、あ幽霊だ、怖いのあに、物理的に僕が困ることない気がするんですよね。 そうなんですよね。でもなんか磁場に影響を与えるとかまだ発見されてないて、えー、第4の力以外のものに影響を与えるとか <laughs> はい,、はい、いろんな説を出してくるんですけど説はそのどんな説でもいいんだったら自分で勝手な説作ってそれに。 あの反論するだけででいいので、うん、何でもいいいと思います、ね、<laughs> なんかそのお化け話って大抵お化けが出た怖かったで終わるじゃないですか、はい、で具体的にこれでお化けに困らされたんだよって話を聞いた人ことがあんまなくてだから実はお化けって無害なんじゃないかと思ってるんですけどこれ,、はい、これでもお化けの害を言ってくるタイプの人もたまにいるんですよねいやほんにどういうその心理状態というかその面の皮がある厚いのかよく分かんないですけど。 私は呪われましたとかまではっきり言い切るタイプの人もいるんですよね。ほ<う>でもそれを喋ってるお前生きてんじゃんって思うんですけど。<laughs> まあ本当に能力あったらサクッと殺して終わりですからね。そうなんですよ。<laughs> 僕もあの自己物件住んでたんですけど別に何も影響なかったから多分ないと思いますけどね、生き量とかもああ。自己物件安いからいいですよね。自己物件住みたいなあ、まその自己物件の間はなんか友達が来づらくなったりとかなかったんですか 仕事 M1 とかの決勝も行けたんでラッキーでしたね <laughs> <laughs> 自己物件得するんだはい